光線ロボコン光線ロボコン2007風林火山ロボット騎馬戦光線ロボコン2007風林火山ロボット騎馬戦は2007年に開催された20回目の光線ロボコンである。本大会は光線ロボコン史上初のロボット同士が直接ぶつかり合う競技形式である。そして大会史上初めて競技フィールド上に構成するものがないのも特徴である。 競技課題名は、同年に放送された大河ドラマ風林火山より、取られている。競技は1チーム2台のロボットで行われ、その2台のロボットを合体させることにより、大きさ、特に高さの制限が緩和する。一方で台数が1台になるため、どちらの方法を選び試合を進めていくかが、戦略の鍵となった。20周年記念となった本年度は、 大会前に関連イベントが開催され、全国大会放送前後に、これまでの大会を振り返る総集編が放送された。また、本年度の NHK ロボコンのテーマ曲には、中の森バンドの駆け抜ける風が発表された。各チーム2台の手動もしくは自動制御のロボットを用いて大会に参加する。各ロボットには旗を取り付け、相手チームの旗を取る腕機構を有する必要がある。 旗は各チームに5本用意され、2台のロボットに旗を割り振る。腕機構を用いて相手の旗を取り、先に全ての旗を取ると大勝利となる。試合時間3分以内で大勝利とならなかった場合は、より多くの旗を残したチームの勝利となる。競技フィールドは大きく分けて4つのエリアで構成される。競技フィールド上には障害物などは一切なく、 競技ゾーン上の設置物は両チームのスタートゾーンと木工フェンスだけである。操縦者は競技中に競技ゾーン、スタートゾーン、安全ゾーンに入ることができない。試合開始後も変形可能であるが、大きさの制約は変わらない。しかしこの制約に腕が含まれないことと合体により、ロボット全体の高さが2000ミリメートルまで伸ばすことができるため、 いかにこの二つの大きさ制限の緩和方法を活用するかがアイデアのようとなった。ありがとうございます。